ハプンテJリーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は、厳しい現実鹿島対浦和のマッチレビューですね、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございましてですね、課題は明確であるっちゅう話にはなってくるんですけども、これがね突きつけられた現実と言いますか、鹿島と浦和の今の差なのかなと感じがしましたけどもね、鹿島の選手はコンディションが良かったなというのが第一印象のゲームでしたね。浦和の選手も体が重いというわけではないんですけども、どうしてもセカンドボールのなかなかこうセカンドボールが拾えなかったりとか、そういうシーンが鹿島に比べるとやっぱり多かったんで、なかなか最初の一歩が踏み出せない。そこがやっぱり鹿島との差、この90分間でいうとそこの反応の差とか、そこがやっぱり僕は強く感じたところでございますけれども、何せよこの試合は厳しい結果になったんで、中断期間入りますけれども、修正に期待しましょうということでございまして、やっていきましょうかね。ということでこのチャンネルはジェリーは九州勢、そして浦和レッズを中心にやってるチャンネルでございます。そしてサブチャンネルの方でもですね、浦和レッズの話をしておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いしますということでございまして、両チーム、スターティングメンバーご覧の通りと、なりました。浦和の方はなんだかんだでユンカー選手は先発出場ということになりました。そしてトップ下に江坂選手、そして柴戸選手に代わって伊藤選手ということで、この柴戸の怪我がちょっとね長引かなければいいなという感じが、します。そして酒井もちょっと出れないということでございまして、西選手が右サイドバックスタメンということになりました。そして、鹿島の先発メンバーは今日は上田土井のツートップ継続でございましたが、この試合結果はこちらでございます。1対0で鹿島が勝利ということになりました。土井選手のゴールですね、コーナーキックの、こぼれ球、崩れ、その流れから土井選手が決めるという結果でございましたが、前回もそうでしたね、川崎フロンターレ戦もそうでしたけれども、セットプレーからこう直接ズドンと、決められるんじゃなくて、セットプレーの流れでちょっと失点してしまう、うまいこと流れを断ち切れず、失点してしまうということで、ここはやっぱり、2試合連続での、失点、同じような形での失点も同じような中か、セットプレー崩れの、失点でございますので、ここはちょっと考えないかんのかなというのが、強く感じましたけれどもね。そしてこちら、敗戦の理由を挙げればキリがないんですけれども、やっぱり前半シュートがなかったのはやっぱりなかなかに厳しいなというのがあります。それはやっぱり後ろのビルドアップのところもなかなかうまくいかず、ミスが何回かあったんでね、ちょっとミスから失点しそうになるシーンもあったんで、やっぱり後ろの圧、これ鹿島が相当圧をかけてきたんで、そこからうまく組み立てることができなかった、結果シュートゼロかなって、組み立ててうまいことボールは運ぶんですけども、結局、サイドのところでボール取られてしまってとか、変なミスから、ボール奪われてしまってとかがあったんで、ちょっとやっぱりボールなかなか進めきれなかったのがもったいなかったっていうのが前半の印象でございますね。だからユンカーが悪い、もちろんこの試合に関してはユンカー選手もね、フォワードで一番点を取れる位置にいるんですけれども、シュートまでいかなかったっていうよりも、やっぱりこれユンカー選手が悪いというよりも、そもそもそこまでボールが届かないんで、後ろの問題は相当強くこの試合、感じました。ユンカーも多分いつも以上にストレスを感じたんじゃないかと思いますし、あとユンカー選手も多分コンディション不良明けというか、怪我明けといいますか、ちょっとユンカーもですね、この試合から復帰ということになっているんで、おそらく90分間は無理であろうということで、できるだけ、ユンカーがいる時間帯にチャンスを作りたかったところではあるんですけども、やっぱりこうなかなか作ることができなかった。だから後半の交代というのはある意味で、計算通りというか予定通り早い時間帯での交代は、コンディションの問題で考えていたと思うんで、だからこそ早く、点を取りたかったなというのがチーム全体の中であるんじゃないかと思いますけどもね。そして前半は逆に考えると、よく1点で抑えたな、本当2点3点ずるずるいってもしょうがないような試合展開というか、自らですけどもね、自らピンチを招くシーンが多かったんで、よく1点で、抑えた。前半も後半もそうですね、西川選手が、多分2本ぐらいいいセーブ今年この試合見せたんで、そういう意味では、よく1点で最初失点で抑えたゲームかなと、実質2点3点取られていてもおかしくないようなゲームだったんで、それはそれで反省は必要かと思うんですけどもね。そして後半開始からちょっとビルドアップの形変えました。ボランチが1枚降りない形にして、平野選手と伊藤選手は極力降りてこずにということでございまして、中間ポジション取ってそこでボール受けていこうみたいな、狙いがあったと思います。それでだいぶ後ろのところですね、ビルドアップのところは改善できたと思うんですけども、だからそこからなんで、だからゼロトップ後半から小泉選手入れてゼロトップにしたはいいんですけども、なかなかやっぱりビルドアップを改善するだけじゃボールは進まないっていうのは現状の浦和レッズの問題と言いますか、やっぱりビルドアップの改善はできるんだけども、その先がなかなか改善できない、後ろだけ改善して
なかなかそこからボールが進まないっていうのがあって、だからそこがやっぱりアドリブ能力というか、川崎戦でもちょっと話をしたと思うんですけども、やっぱり攻撃のバリエーションが増えてこない。もちろんこれ浦和レッズはビルドアップの形をどんどん変えて、でビルドアップ後ろのこの、ね、変化をつけてビルドアップをうまくやっていくっていう、ね、ビルドアップの修正はできるんですけれども、点を取るための修正まではいけていないのかなっていうのが、あります。そこは後ろだけじゃなくてやっぱり前のこの修正も必要なんでね、そこはどうやって今後この攻撃のバリエーションを増やしていくかはちょっと課題かなと思いますね。そして、まあ、90分間通して鹿島はミスもせずに、まあ、集中していた。まあちょっと細かいミスはもちろん、ね、あったと思うんですけども、こう裏のこう脅威になるような、まあ、ミスはなかったんでね、そこはやっぱりさすがだなっていう感じが、しました。そこのゲームコントロールの部分も含めて鹿島がちょっと上回っていた感は、あります。そして球離れの悪さが目立つ。やっぱり鹿島の選手って球離れが非常にいいんですよね。ちょっと無理してでもボールを前に運ぼうとか、そういう意識があるんでね、そこは浦和レッズもちょっとまあ見習うじゃないですけどもね、ちょっと吸収せないかんとこかなって。まあ例えばこう大久保選手、後半大久保選手が入って、そこからはですね結構相手のディフェンスラインを結構かき乱すまではいかなかったんですけども、サイドバックとセンターバックをうまいこと継い出して山中選手がフリーになるみたいな展開なんかがありました。結構このピッチの低い位置ですね、低い位置から江坂選手に向けてのパスっていうのが1本あって、そこから江坂がシュートまで行ったシーンもあったんですけども、ああいうのちょっと続けてほしかったなっていうのが、あります。まあ結構ルーズって言い方が正しいか分かりませんけども、ちょっと強引にでもですねちょっとボールを前に進める、まあ自分で進めるのももちろんいいんですけども、選手個人個人でボールが進まないのであれば、多少ルーズでもゴール前にボールを送り込むっていうのも結構大事と思います。だからあの山中選手から江坂選手のパス、ああいう、シーンが増えれば得点へのこのチャンスっていうのは結構増えたと思うんですけども、なかなかそれが続かなかったのがちょっと気にはなりました。そこもやっぱりこう球離れの悪さと判断力の悪さがちょっと出てしまったかなっていうのが正直チーム全体としてありますね。そしてまあなので、あとはまあエベラウドと荒木が光る、ここはやっぱ選手層の感じね、選手層の差を感じましたけどもね、エベラウドと荒木がこの時間帯に出てくるのかよっていうのが正直なって、それはやっぱり選手層の差というか、まあ今年荒木はともかくエベラウド選手はねなかなか得点に絡むことができていないんでね、そこはねまあ裏と似たような問題あるんですけれども、まあしかし荒木選手が後半から出てきたりとか、そこはやっぱりね選手層の違いというか、まあしっかり結果が出ている選手を後半から出せる鹿島、まあ裏も今興梠選手がねだいぶ調子上がってきてはいるんですけれども、ここまでなかなか得点に絡むことができていないので、そこはやっぱりねパワープレー牧野に出た浦和と、しっかり点が取れるフォワードの交代ができた鹿島の差はちょっと感じましたね。はい、そして次こちらでございますね。まあビルドアップの、ね、修正はできるという話はさっきまあちょっとしてしまったんですけども、本当後ろの修正はできるが、その先の修正がなかなかできない。これは本当分かりやすい、課題かなと思います。そして、まあ、この試合関根選手の怪我がね途中であったんで、あれはちょっと想定外だったと思います。あの怪我がなかったらというのは正直あるんですけども、トップをやるのであればやっぱりサイドハーフの選手には得点力が求められるという意味では、まあ、関根の怪我は痛かった、まあ、関根選手もですね浦和レッズの公式 YouTube チャンネルの方で、まあ、得点への意欲というのは結構覗かせていたんで、そこコメントしていたんで、今後、点を取るためにどうやって自分が動くかというのはだいぶやれると思うんですけれども、その関根選手の負傷交代、そして前半でやっぱりゆるき選手を変えてしまったのがなかなか、難しくしてしまった。ゆるきもほとんど試合に絡めていなかったんで、そこは交代自体はしょうがないんですけれども、まあ、しかしやっぱりゼロトップやるのであればサイドハーフには得点力がある選手が必要だよというのは、まあ、改めて、感じました。まあ、今いる選手でこれは戦うしかないんで、まあ、残りの試合でどうこうするのは難しいことではあるんですけども、そこは補強の必要性を感じはしましたけどもね。そしたら本当攻撃のバリエーションはまあ増やしていかないとっていうのはあります。やっぱりこううまくいかないことをずっと続けても、しょうがないというか、もちろんねこのやっぱり90分間準備してきたものを続けることによって、継続することによって、まあ、試合が動くっていうことはあるんですけども、ちょっとね攻撃のバリエーションをもうちょっと増やした方がいいのかな。それまあ監督自身のこの攻撃のバリエーションの、引き出しもそうなんですけども、やっぱりこうピッチ上の選手たちで解決できるようなこれ、何かを見つけないと今日みたいな展開など厳しいのかなって。まあそれもそれこそだからさっきも言ったんですけども、ミドアップの形をうまいこと修正できるんでね、その先はやっぱり選手たち、そしてまあ監督も含めてそうですけども、やっぱりこう攻撃のバリエーションっていうのを増やさないと今後きつくなるよねっていうのは正直、感じましたけどもね。はい、そして次こちら最後でございますけども、まあ現実的な話、次節にも3位消滅ということで、まあね残り試合が3試合になりました。勝ち点
点が8ということで、まあ、これから取れる最大の勝ち点、最大の勝ち点が9になります、まあ、3試合かけ3で最大で取れる勝ち点が9になるわけでございますので、まあ、このままいけば浦和が次の試合です、次の試合浦和が勝ったとしても神戸が勝ってしまえば、まあ、その時点で、まあ、終わってしまうという話でございます。次の試合は絶対勝つことが必須になってくる、まあ、必須になると言ってもだからといって、まあ、神戸の結果次第ではというのがあるんで、相当厳しい状況に置かれたのは間違いない。そして、まあ、4位でも、ね、出場は厳しいものがある、まあ、この間昨日の動画でも話はしたんですけども、もちろん4位ですね、まあ、リーグ戦4位でも天皇杯の結果次第では ACL の出場権あります、まあ、ACL の出場権があると言っても4位の場合はこれプレーオフからの出場でございまして、まあ、1月にゲームがおそらくですけども、まあ、今まで通り過去の事例と照らし合わせるのであれば、まあ、1月にプレーオフがあるわけでございます。この1月に行われるプレーオフに勝ってようやく本戦に出るという話になってきます。ということはやっぱりね、2月のこの ACL のプレーオフに向けて早めにチームの指導日を決めないかんということでございまして、要は本当他のチームと比べてお休みが少なくなる、まあ、この間の動画でも話したんですけど、まあ、本当天皇杯がですね元日じゃないことが幸いして、まあ、お休みはある程度取れるとは思うんですけども、それでもやっぱり他のチームと比べると休みの期間が短くなる、それが4位での ACL プレーオフ出場権というのが現実になってくるんで、4位での出場それはそれでもちろん狙わないかんということでなってきて、4位はもちろん狙うべきであるんですけども、それでもやっぱり厳しい現実が来季はちょっと最初からね、まあ、控えていることになってしまうので、そういう意味では4位での、ね、この ACL のプレーオフ出場もちろん目指すべき目標ではあるんだけども、やっぱりそれはなかなかに体力的にも厳しいものがあるというのがあるので、そこはちょっと覚悟せないかんのかなっていうのがあります、まあ、だからこそですね、まあ、リーグ戦の3位のストレートインが無理のであればやっぱり天皇杯でしっかり勝たないかんよということになってくるわけでございますね。そしてだから本当次の試合本当に勝つしかない、本当分かりやすい、まあ、展開になると思います。まあ、ここからいきなり試合の頭から3バックやったりとか、まあ、変なことやってくることは僕は少ないと思うんですけども、ここでですね、まあ、代表の中断期間が入ります。この代表の中断期間中で、まあ、ちょっとシステムいじるみたいな練習する可能性もまあゼロではないというのは僕はちょっと感じているんで、もしかしたら 4-1-4-1 とか 3-4-2-1 とかの練習をこの中断期間中にやって残り3試合望む可能性は少なからずともあると思います。まあ、それぐらいちょっと何かを変えないと残り3試合厳しい現実が待っている気がしますが、ちょっとだからね、酒井宏樹が気にはなります。まあ、後ろの形、例えば3バックをやるとしたら、まあ、後ろの枚数が変わるんで、そこはやっぱりいつも最終ラインに入っている酒井宏樹も、ね、ある程度ちょっと練習をせないかんってことになるんですけども、代表招集でいなくなる、もしくは怪我で練習ができない状態になると、後ろのこの、ね、4から3に変えるのもちょっと難しくなる可能性があるので、なかなか、ね、難しい、いじりづらいタイミングでもあるっていうのが、これなかなかこれは運がないっていうのも正直感じるわけでございますけども、さ、まあ、何せようですと、本当次の試合勝つしかありません。中断期間こうどういうふうに、まあ、有意義に過ごしてほしいと僕は願っております。本当お願いっていうか、本当この中断期間を本当、ね、有意義に過ごしてくれっていうのが僕は、期待と不安があるんですけども、本当、次の試合向けて頑張ってほしいと思いますけどもね。はい、ということで今回以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルの筒にしなかったチャンネル登録します。さら。